バスケットオークラジオ、はい、第197回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と岸です。どうも。どうもね、1週間経ったかな、前の収録からね。そうですね、ちょうど1週間経ちました。本日は9月25日の月曜日でございます。天候は晴れ、はい、気持ちいいね、はい、気持ちいいですね。トモさんなんかキャンプ行きたいで今絶対さあさあさあ迫ってまいりましたよ、9月29日。そうですよ、バスケトークラジオは200回目の配信を迎えて、これを記念してね、オフレコで、オフレコ、なんていうの、オンラインじゃないリアルの収録を皆さんに聞いていただきましょうということで、29日に、三宮はスポルテリア、夜の8時、金曜日ですよね。はい、うん、もうすぐやね、29日まで。そうですね、あと4日ですね。まあ100回の時よりかは人数は少なくなりそうですけど、まあささやかな感じでも、はい、ちょっとみんなとコミュニケーション取りながら楽しいパーティーにしていきたいなと思っておりますので、皆さんまだこれ聞いて、はい、マジかそんなあるのかいと思われた方はぜひぜひ参加表明してくださいねと。で、景品をねたくさん用意させていただいております。ここに来てくれた方はたくさん景品持って帰っていただきますので、楽しみに来る方はね、楽しみにしておいてもらったらいいんじゃないかなとこう思っております。さてさて、キリさん、バスケの話しましょうか。はい、しましょう。ねえ、今はなんといってもこれが旬やね、関東大学バスケットボールリーグ戦。はい、これ通称関東学生リーグなんて言われてますけれども。そうですね、今はどんな順位でいってるのかな、ちょっと見てみましょう。はい、ね、今一部はね荒れてますね。ああ、そうなの。はい、今ねちょっと順位表が出てきましたけれども、はい、1着拓大、はい、2着専修、筑波、はい、明治、早稲田、はいはい、白鵬、東海から青学、日大、大東文化という順番になっております。あ、大東文化やっぱ2部から出てきて1部上がったらやっぱしんどいのか。ちょっとそこはちょっと予想できなかったですね。でもまだまだこれからなんでね。トーナメントでは上まで行ってたよね、大東文化。そうですね、2部やのにぶち抜いて行ってたんやんな。そうですね、4つぐらい前に残ってましたからね。そう、ほんで俺はそういうストーリーが好きやから頑張ってほしいねなんて言ってたんですけど、やっぱり一発勝負じゃ ないとこう何回もやるとやっぱしんどいんだよな。まあやっぱりすごい偵察はされますし、トーナメントの時に見られたのがやっぱりそのままスカウティングされる部分もありますし。なるほど、なかなかやっぱり粘り強くいかないといけないのと、やっぱ怪我人出ますからね必ず。はい、実際出てるんですか怪我人。出てますね、専修大学の、まあ、よくフジモンが言うガードの秋山選手とか今怪我してますね。そうなんだ。大東文化はどう？大東文化は怪我はしてなかったと思うんですけどね。やっぱりスカウティングされて結構しんどいぞっていうところかな。まあそうですね、まあ、いいゲームはしてるんですけど、やっぱり、ね、僅差で負けるときも本当黒星しかならないんで、そういうことか。どこのチームもやっぱり白星が欲しいわけなんで、なかなかですね。なるほど。まあ大体今まで見てきたリーグ戦の中でこの早い展開で、3試合目4試合目でもうあの全勝がなかったんですよ今回。それはごく稀にしか見たことないですね。あ、だいぶ混戦やな。そうですね、本当に強い時なんて1位はやっぱ全勝優勝するわけなんですよ。そうなん、リーグ戦で全勝優勝しちゃうの。はい、そうですね、まあもう日体大とか全勝優勝とか、まあ、青学の全勝優勝とか、東海の全勝優勝とかやっぱ見てきたんで。なるほど。なかなかこの時点でまだ半分しか終わってない時点でもう一番で2敗ぐらいしてますよね。2敗してますね。ですよね、だからここからどうなるかまだ分かんないですよ。そうやな、だそういう意味では後半に可能性を大いに残している面白い関東学生リーグっていうことになりますね。そうですね、逆に大東はねやっぱ上がってきたんでね、10位なわけなんですよ。10位っていうことは1位と当たっていくわけなんで、なるほど。これからですよね。そうやな、あの白星がつかめそうなのは、言うても2勝してますからね。そうですね、それはもう大したもんですよね。はい、で1位が5勝2敗というそんなに大きな差がないっていうことになってますけれど。そうですね、この前留学生たちのなんか、
J スポーツだったかなんかでちょっとインタビュー的なこうやつをやってたんですね、うん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 、で出てたのが専修大学のアブ・フィリップ選手と、うん、拓殖のドゥドゥゲイ選手と、うん、で大東文化のモッチ・ラミン選手だったんですよ。そこでちょっと面白いなと思ったのが、お聞かせてよ、自分と岸さんの関係上だと、うん、岸さんって言うじゃないですか、やっぱ敬語使うじゃないですか。そうやな、彼らって敬語ないんですよね。日本人選手に対して、いや外国人同士、まバンバ選手外国同士ですね。でバンバ選手が拓殖大学に入ってたんですよ、うん、最初に、うん、でそこにドゥドゥゲイ選手が、入れ替わりで入ってきたんですけど、うんうんうん、まあ、こういう風に言ってましたね、うん、バンバが先に入ってたからみたいな。だバンバがなんか日本のバスケットも楽しいし面白いしみたいなことで、うん、自分入りましたみたいなことを、うん、結構綺麗な日本語で喋ってましたけどね。そうなんや。はい、そこちょっと違和感感じると思いながら聞いてました。ほー、バンバ選手ってどこなの。バンバ選手は今、国はこの前調べたんですよね。どこやったっけな、確かどこやったっけな、この前見たばっかですね。マリではなく、セネガルでしたっけな、確か。おー、ちょっと調べてみましょうか。セネガルだったと思うんですよね。セネガルかコンゴだったと思うんですけど、よいしょ。ちょっとリスナーさんお待ちくださいよ。はい、調べております。なかなか出てこないですか。そうね、でもねバンバで出てきそうですけどね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい、セネガルですね。ちょっと待って、ジェフバンバーで間違いない。はいはい、ジェフバンバーで合ってます。うん、セネガル、タガール出身。タガール、セネガルのタガール、なるほど、っていうところな。タガール高校、どうなんでしょうね。いや違いますね、タガールっていう場所ですね。ですよね、だって、バンバ選手は延岡学園ですもんね。延べ学拓大なんですね。ただ留学生同士ってめちゃくちゃ仲いいみたいですよ。なんかつながりがちゃんとあるんですね。やっぱりね、寂しかったりとか、はい、いろいろ電話する相手もやっぱ留学生同士っていうのは多いみたいで。ほう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 。ドゥドゥゲイ選手なんかは、モッチラミンと仲良くて、はい、大東行ったり、大東が、はい、その八王子の方まで、拓殖の方まで来たりとかするみたいですよ。へ、そうなんだ。はい、ただ留学生の中でもライバル心がすごく強いんで、どの選手もやっぱり負けたくない、うん、留学生として一番になりたいっていう気持ちはものすごい強いみたいですね。そりゃそうやんな。で、はい、特に今はね、普通に留学生で大きいっていうだけじゃなくて質が問われる時代ですから、やっぱりそういう評価っていうのを留学生同士でも大切にしてるということなんでしょうね。そうでしょうね。なるほど、セネガルか。最近は減りましたね、セネガル。そうですね、最近は減ってますね。コンゴとかマリーとかのが多くなってきてる、ね、ちょっと目立つですね。なかなかフィリップ選手みたいなナイジェリアは見たことないですね。そうやね。まあその中でもぶち抜いて得点、今得点ランキング1位なのが、ドゥドゥゲイ選手でしたね。ああそうなんだ。スリーポイントランキングも多分上の方だったような気がしますね。マジで。はい、何でもできんねんな。でもまあちょっと前バストラでも話題に挙げましたけれども、その外国人留学生が果たして、はい、B の輸入外国人に対抗しえるのかっていう話題がちょっとありましたけど、ね、ありましたね。やっぱ外国人留学生は外国人留学生で、その B の枠っていうのは
まあ、我々日本人よりもかなり熾烈というか狭き門になっていて、でこれが本当に B の輸入外国人に勝てるのかっていうね、勝てるというかあのポジション争いに耐えうるのかというようなね、そうですね、話をしましたけれども、だんだん質も上がってきて良くなってきてるんじゃないですか。そうですね、やっぱり豪快なダンク出ますからね、ほとんど試合中に。そうやな。いやまあでもね、その彼らが戦わないといけない外国籍の B の選手なんてね、ダンクなんかまあ当たり前なわけで、まあ当たり前ですよ ね、それはもう当たり前にやらないといけないけど、どっか違うところでその質の高さ、今話に出たスリアウトサイドのスリーポイントとかね、はい、持ってる持ってないなんて問われたり、はい、リバウンドアベレージ問われたりっていうのはいっぱいあるんでしょうね。そこにやっぱりオール日本人で立ち向かっていくチームっていうのもまたかっこいいんですよね。あーそうやな。はい、まあ今はねそういう日本人という言い方はちょっとなって僕は思うとこあって、はいはい、あのアジア人という言い方の方がいいんかな。なるほど。だってその日本国籍持った韓国お母さんとかお父さんとか中国お父さん、はいはい、お母さんとか、はい、まあ、結構いますしね。なるほど。もう中に入ってるから、しかも日本名とか持ってたらもう分からへんし、だからアジア人という表現が正しいかな。あ、なるほど。そう、まあそんな中でちょうどタイムリーにね、先週、はい、西福岡の方は敦賀先生に出ていただきましたけれども、はい、まさにアジア人チームで、で、相手が高須中学校で準決勝を当たって、はい、でいろんなねチームと高須中学校勝ち上がって準決勝まで進んだわけですけれども、やっぱりデイビッド君と逆のサイドから攻めてくるようなチームとずっとやってきたわけですけれども、西福岡だけは違ったというような面白いお話いただいて、そうですね、あえてデイビッドのところでアタックするっていうね、面白かったね、あのお話も。そうですね、あれ面白かったですね。それも一つのこうアジア人チームの成長につながってるんじゃないかなっていう、東洋のバスケってこうあるべきやみたいなね、これから出てきたら面白いなっていうふうに思いますけど。そうですね。まあちょっと話がそれましたが、関東学生リーグの結果をお話ししたところで、今回前半戦、まあ、もつれてるんですけど、キリさんのおすすめチーム並びにおすすめプレイヤーをまた今年も教えていただいて、それ知ってみるっていうのはね、やっぱり、ね、違うんですよ。だからその辺ちょっと教えていただきたいななんて思うんですけど、これはねもう何回も結構言ってるんで、もうリスナーさんももうええやろって言われるかもしれないんですけど、やっぱり明治大学の、桐光学園から、今明治にいる4年生斉藤匠選手かな。タクちゃんね、172cm、62kg しかないんですけどね、ちっちゃいよな、それでも、まあ、ピカイチのアシストを持ってるんですが、やっぱ得点も絡んできて6位とか5位とかに入ってるんですよ。はあ、すごいな。やっぱね、自分のシュートを持ってるんで余計相手を引きつけられて、なおかつ、まあ、センターへのパスとかもほんまにうまいですし、ブレイクの時のもうパスも本当に絶妙ですね。一回その明治の試合を見たら斉藤匠選手見てもらいたいなと思いますね。僕はもうキリさんおすすめで、これ YouTube でちょっと発見して見させてもらいましたけど、まあ本当うまいですよね。うまいですね。ちょっと今日オフレコトークでキリさんとね、誰がどうみたいな話をちょろっとした時に、はい、まあちょっと名前は伏せますけれども、はい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 、確かにうまいんだけど、いや僕はタイプじゃないねんなっていう話をしましたよね、さっき。しましたね。あれの僕ポイントになってるのは、こう、はい、動作がもう本当に自然なのかっていうところに僕はセンスを感じるわけでございます。なるほど。例えばそのね、まあ、いろんなノールックパスしたりする人がいたり、まあ、ノールックパスだけにフォーカスを当てると、
はい、こう誰もいないところを向いて能力パスする人もいるんですよね。守ってる人になると、はいはいはい、まあ一見ワンオンワンしてたら能力パスに見えるんだけれども、やっぱり、ね、そこに僕はね人がいるとより恐ろしいなって思ってしまうんですよ。うん、なるほど、うんうん、で僕は、まあ、背が低かったのでもともとガードのポジションやりながら高校3年生でセンターにコンバートさせられたわけですけれども、はい、あんな時はね結構センターからガードを見るとビジョンをしっかり取ってるとそのノールックが嘘だって分かってカバーリング入れるんですよ。はいはいはい、うん、でもそこに人がいるとえちょっとどっちなのってちょっとなるんですよ。分かりますかねこれ。分かりますね。分かります。そこに人がいるかいないかで、はいはい、あもう絶対こっち掘り寄るなって見える時があったりするんですよね、はいはいはい、じゃあもう本当に 0. 何秒の話かもしれへんけどやっぱカバーリング入ることが少し早くなったりするんですよね。なるほど。そうそうそう、そういうのを下から見てると思ったりします。なるほどですね。あとアシストとかもやっぱ振りかぶらないアシストするとなるほど、わかります。こう初動が大きい人ってやっぱある程度、はい、これも 0. 何秒の話だと思うんですけど微妙に早くカバーリング入れたりしちゃうんですけど、こうノーモーションのボクシングでいう、 こう鋭いジャブが入ってきたりするようなああいうパス、はいはいはい、もうすごい動作の中で、はい、うん、自然な動きで鋭いパスが飛んだりすると、はい、完全にやられたりしますよね。そうですね。そうそう、その自然さがやっぱり大事かな。で、あの話それましたけど斉藤匠君の YouTube 見てるとむっちゃ自然ですね。動きの中にもなんていうかな、アシストにつながる動きが前もってあって、あの右脳系のパスですよね。そうですね。本当にモーションが少ないというか、もう、うん、ロスがないというか、そう、見ててやっぱり40分間見てて楽しいですね。本当に多分体が勝手に動いてアシストとか細かい小さいドリブルとかシュートとかっていうのが体が勝手に考えるより先に動いてるんじゃないかなって見えるような、そういうところにセンスを感じます。そうですね。いやーそうか、明治の斉藤匠選手か。そうですね。まずそこ2部だよね今。1部です明治は。あ1部か。あーごめんごめんごめん、1部やね、はい、1部の4位だね。はい。まあね、こんなこと言うとキリがないんで、うん、たくさん選手いるんですけど、うん、私も多分もう何試合か多分見に行く中で、うん、浦部健心さん、あ健心選手、浦部健心選手、うん、今年最後じゃない？そう今年最後なんですよね。え東海か。そう東海ですね。どうなんですか、あの科学技術の DNA 引き継いで、うん、フルゴリ君に似てきてるんかな。そうですね。だってサイズ的にはなんか似た感じでしょ。そうです似た感じですね。おやっぱシュートが上手いんですよ。そうなんや。はい、やっぱり陸川先生コーチも育てるよね、はい、育てますよ ね、 ねそうか。浦部健心伸びてるか。スタートなんでしょ、ね、もちろん。まあスタートで出たり、あ、まあ、6人目の時もある。いろいろ変わりますからね、リーグ戦の中でもやっぱり。メンバーですら結構変わってくるんで、東海レベルになると。なるほど。はい。でもやっぱシュート力ありますよ、すごい。そうか、浦部健心君の名前が上がるか、それは嬉しいね、兵庫としては。うん、なるほど。やっぱ見ちゃいますわ。もう今は神戸科学技術、すごい選手、たくさん輩出してるよね。そうですよ、ね、本当に。B の2部の MVP の堂原選手とかね、が1部の MVP の古川選手でしょ。 で、ね、で、今名前上がった、はい、浦部健心くん。はい。いい選手配置ですね。身長188センチですね。おー、大きいね。まあ、大きいかどうかはポジションにもよるんだけど、はい、2ポジぐらいやってるの。そうですね、まあ、
2ポジ3ポジぐらいですかね。うーん、多分シックスマン出てきてるんですよいつも。ああそうなんだ。はい、なるほど、いいね、いい選手輩出するね、科学技術。そうですね、うんうん、本当に、うん、まあ、あと留学生の中のナンバーワンっていうのもちょっと言ってきたいな、言っときたいなと思うのが、お願いします。ですね、ドゥドゥゲイ選手、ドゥドゥゲイの成長が全然違ってて、うん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 、これ八王子学園八王子で3年生だった時に、うん、ドゥドゥゲイが1年生だった時に、うん、まあ、見てた選手が、うん、つい最近なんかのインタビューかなんかで、うん、大学に入ってきて、うん、別人のように見えると。お、あんなドリブルできなかったし、あんなシュートもなかったし、うん、あんなにバスケットを楽しそうにやってるドゥドゥゲイを見て、うん、びっくりしたみたいな発言してて。そうなんや。これね、自分もほんまにそう思ったんですよ。ちなみにドゥドゥゲイ選手どこだったっけ、もう一回言って、忘れた。八王子学園八王子ですね。高校ね。はい、はい、大学は、大学は拓殖大学です。拓殖か、今1位を突っ走ってんねんな、はい、まさかバンバ選手が抜けた穴を、うん、ドゥドゥゲイ選手じゃちょっとねって思ってたんですよ、みんなも。うん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 、そこで来るみたいな感じだったんですけど、うん、まあ1年生ながらもう相当活躍してますね。あ、そうなんや。はい、うん、八王子学院の時にキリさん、はい、もちろんご覧になられたと思うんですけど、はい、その時に伸びしろっていうのは感じてたんですか、それともやっぱりそこも見えなかった。そこも見えなかったですね、本当に。まあ、ちょっとうん、その時、まあ、多田選手っていうのもいまして、八王子学園に、うんうんうん、その選手が鬼のようにスリーポイント入るんですよ。あ、そうなんや。1試合10本ぐらい入ってくるんですね。へー。で、まあ、多田選手とドゥドゥゲイ選手のこの息もすごい合ってるんですけど、うんうん、でその多田選手が今拓殖大学にいるんですよ。おお、そうなの。それを追いかける形でドゥドゥゲイ選手入ったんで、うん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 、今はどっちがスリーポイント打っても入るなっていうような感じで試合展開になってますけどね。へえ。そこにですよ、うん、もうもう天才やと思うぐらい素晴らしいプレイヤーの岡田選手がいるわけですよ。そうか、彼一人でね、東山から、はい、うん、15点から20点は取ってきますからね、大体。そうなんだ。やっぱ池内監督のその教え方にも多分自由さがあるんでしょうね。留、うんうん、学生は自由に伸び伸びやるっていうような感じなんですかね。うん、もうほんまに楽しそう、バスケットすごい楽しそうにやってますね。ああ、そうなんだ。はい。いやー。これ後半戦も楽しみやな。またね、接近してるっていうのが楽しみやね。そうですね、このまま1位をね、キープできるほど甘くないと思うんですよ ね。なんといっても10位の大東文化大学が2勝し、はい、上げてますから。そうですね、うん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 、まあ専修大学もこのままじゃ終わらないだろうと思いますし、うんうんうん、まあやっぱり王者筑波大学もいますし、東海大学もいますし、うん、そうだな、これは分からないですね。うん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 、はい、なるほど。そんなところが、まあ、今の一部の状況ですね。了解でございます。で、次は関西でも行きましょうか。関西行きましょうね。関西は関西大学バスケットボールリーグ、よいしょ、出ましたよ、よこせ。はい、1位から順番に言います。はい、関西学院大学、はい、天理、立命館、共産、大阪学院で、大阪体育、大阪経済から近畿大学、大阪産業、そして流通科学という順番になっております。なるほど。そうだね、うん、我々の馴染みがあるところといえば、どこ？大阪体育とか、うん、やっぱりね、関西って言ったら京さんがやっぱりいつも大体上の方にいるなっていう感じでしたけど、うん、最近はやっぱりね、天理とか、うん、近畿大学とか、うん、
そっち方面か。まあまあ最近で言うと、本当最近で言うと感覚強いですね。もうこの最近というか本当の直近では感覚強いよね。はい。なぜこんな強いのか。シュート力もあるしね。かといってね、留学生とかそういったのはいるわけじゃないけど、ディフェンスがいいですよね。そうやんな。はい。そっか。上がったばっかりの流通はちょっと厳しい状況なんですね。ちょっとしんどそうだね。今10位、一部の一番下にいるかな。なるほど。まあ、大阪産業大学もやっぱ有名な大学ですもんね。北海道の、北海道で約何十チームだろう、2、30チームが、みんな夏合宿をやるんですよ。北海道集まるらしいね。そうなんですよ、もうめちゃくちゃ集まってくるんですよ。神奈川大学とか白鴎大学も、まあ、キリがないんですけど、でそこに多分大阪産業とかそっち系も来てますね。あ、そうなんだ。はい、まあ、そこでほんまに厳しいトレーニングを、強化合宿を積んで、まあ、練習ゲームを積んで、みんな各、県に分かれて、最後のリーグ戦に向かうらしいんで。なるほど。はい、まあやっぱり強い。まあ、大阪産業もちょっと強いのかなってちょっと気になったんですけど、まあ、今9位っていうことで、はい、これって当然女子もあるんでしょ。あ、女子ありますよ。女子あるよね。ありますあります。女子ってどう調べたらいいんだろうな。女子はですね、まず関東だったら関東女子バスケットボールリーグで出てきますね。ちょっとせっかくやから。そうですね、ちょっと順位だけでも言っておきたいですね。まあ、おそらく3強だと思うんですよね。いつも4強か、いつもの4強だと思うんですけどね、女子は。ああそうなんや。はい、発表します。はい、東京医療保険大学。強いんすよそこ。強いな。強いんですよ。監督めちゃくちゃいい監督で、外部ディフェンスから入ってくるチームですね。7勝1敗。強いんですよ。毎年強いです。その1敗の土をつけたのは専修大学です。あ、そうなんすか。そうですね。それはちょっと知らないです。ちょっと意外っちゃ意外だね。別に2位でもないしね、現在のところ。意外というか、あんまり女子だと専修大学っていうのはそんなピンとこないんですよ。やっぱ女子って早稲田、それから白鴎がやっぱぶち抜いて強いんで、そこにやっぱ筑波とかがちょっと絡んでくるかなっていうところですけどね。そうですね。はい。ね、2位がタイになっております。3チーム団合になっております。これ全部2位ね。はい、拓殖、白鵬、早稲田。なるほど。うん、まあ拓殖もね絡んできますね、たまにね。でもこれは1勝差やね。6勝2敗なんで、1位が7勝1敗で6勝2敗っていうところで、追随する3チーム、早稲田、白鵬、拓殖と。なるほど。まあ、まだ最後直接対決が多分あると思うんで。そうやね。そこですね。で5位に選手、この選手が東京医療保険大学に勝っています。ねえ、すごいな。ねえ、で女子はその後、先週の後6位が、筑波。はい。7位が松陰。はいはいはい。で8位が日体大。なるほど。日体大は1勝もまだ取れてません。日体大は上がったばっかなんですよ。あ、そうか。はい。去年上がってもう大フィーバーして、やっと日体大その伝統を守りきるぞっていうところでやっと一部に昇格してきたんで、まあもう盛り上がってるとこなんですけど、ちょっと厳しいですよね。厳しいな。そうですよ、今日は。
まあ、昔だったらそこに日本女子体育大学とかその辺も入ってきたんですけどね。今は違うのか。そうですね、大阪体育大学の方がもしかしたら強いのかもしれないですよね。ああ、そういうことね。はい、大阪体育も強いもんな最近。そうですね、まあ、大阪って言ったら大阪人間なんとか大学ってありますよね。大阪人間科学ね。はい、まあ、そこは強いですよね。確かに。はい、そうやな。そんなとこですかね。そんなとこですかね。じゃあ次の話題いきますよ。はい、次は 何に行きましょう。次はアンダー16行きましょう。アンダー16行きましょうか。はい、アンダー16はちょっと待ってよ。はい、アンダー16、なんか特筆すべき話でもあるんですか。ありますね。ちょっと最近ですね、本当ごく最近に育英高校の、スケシュート君が、アンダー16急遽招集されました。そんなことって特例中の特例ちゃうん。だって今聞いたことないですね。今6時まで終わってるでしょ。7時が終わったんか、次は。いや6時、6時や、6時終わって次7時とかそれぐらいですよね。そんな横入りある。いや、それね、まあ、名前とかはその時出さなかったんですけど、まあ、知り合いにね、ちょっと自分の知ってる選手でアンダー16入ったんですよみたいなことを言ったら、すごいじゃないですかの次に出てきたのが、誰か怪我でもしたんですかみたいなこと言われましたからね。あ、そうなんや。はい、やっぱそれぐらいやっぱり特別。うん、はい、ちょっと待って、キリさん、今アンダー16のメンツを見てますけど、はい、育英高校復帰修徳の名前ないですよ。それは多分新しいやつが更新されるのが次じゃないですか。でも9月14日現在でないってことは、もうほんとバストラリスナーしか知り得ないぐらいの最新貴重裏情報ちゃうん、これ。そうですね、どこ見ても載ってないってことなんで、これね、素晴らしい。カットしなくても OK ですよね、これ。大丈夫でしょ、そりゃ。だって公式に呼ばれてるんだから。そうですよね、キリさん、すごいじゃない。これリスナーさん嬉しいって。そうっすよ、これもう俺たち、自分たちも嬉しいっすよね。このネタは本当スクープだな。やっぱり今までにアンダー10何とかとかでやっぱやるのも、全部やっぱ味の素トレーニングなんとかセンターみたいなところでやるんですけど、ナショナルトレーニングセンターね。そう、そこやっぱいっぺん見てみたいと、自分の息子が選ばれて。お前ちょっと取材行ってきなさいよっていう話で、親御さんも行ったことあるらしいんですけど。お、親御さん行けんの。いけないです。完全にシャットアウトみたいです。そうなんや。はい、親ですら、親ですらダメみたいです。完全に ID カードみたいなのを選手が持って、そこでセキュリティ、しっかり防犯ちゃんとした施設の中に入ってってやるみたいなんで、すごいな。まあ、見ることも何もできないって言ってましたね。へえ、すごっ。今ね、ちょっと強化活動っていうのスケジュールが組まれてまして、はい、で、深修斗くんは今6次強化合宿を終えて次7次強化合宿なんですけど、はい、現在で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 名まで絞られてるんで、もうこっから多分絞られることないんじゃないのと思いますけど、1次強化合宿2017年4月7日もう一次強化合宿あったんですって。はい、7から9と。で、2次が5月14から17、3次が6月5日から7日、はい、で、第4次が、8月14から17、これもうどん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 絞られていってるんですよね。で、はい、8月28から8月30が5次で、6時、はい、もうこれ終わったばっかりですけども、9月25から27日水曜日と。で、この6時合宿にどうやら、福家修徳に参加したみたいです。なるほど。9月の25からでしたっけ。25から27。なるほど、今いるのか。もう今自分がもう車運転していけば1時間ぐらいで着くんですけどね。ねえ、今ですよ。まさに今招集かかってやっているところですよ。いやー、見てみたいわ。
6時でね、続きがありまして、はい、次の7時合宿が10月23日から25日、はい、で8時合宿が11月27日から29日、これが最終の強化合宿になります。なるほど。だ、福家修斗君は幸いながら6時合宿から参加なので、トータル3回だけ強化合宿に入り、残る可能性も高いんじゃないの。いや、そうですよ ね、非常に高いと思います。そし て最終的に1月1日から1月8日まで、はい、海外遠征チェコであります。うわ、すごいな。クリスタルボヘミアカップ、これ招聘大会なんですけど、はい、招聘っていうのはその向こうから呼ばれていく大会なんですけどね、招聘されていくそうですよ、はい。なるほど。まあ、これ選ばれて最後まで残ったら、もう彼自身も誇りで自信につながりますけど、育英高校自体もやっぱり喜ばしいことで、仲間がやっぱりそういうところに入っていくと、やっぱ相当やっぱ活気づいてきますよね。そうやんね。はい。ぜひとも最後残ってほしいなと思いますね。ねえ。で、最終目標としては FIBA の主催する U16 アジアン選手権大会2017、はい、正式には FIBA U16 アジアバスケット、チャンピオンシップ2017と。なるほど。ここに入ってくるそうです。ちなみに、2015年に優勝した韓国、それからオーストラリア、はい、ニュージーランド、他12カ国、12カ国は東アジアが4チーム、東南アジアが2チーム、南アジア1チーム、中央アジア1チーム、湾岸アジア2チーム、西アジア2チームと。でこれは過去の戦績から照らして、出場枠が、上がったり下がったりするみたいですけれども、東アジア、我々の住んでる東アジアは4枠一番多いですね。なるほど。それだけU16 のフィーバーランキングが高いということになります。そうですね。今キッサの手元にあるそのメンバー十何名っていうのは、ちょっと発表することできますか。できますよ。それちょっと 聞いておきたいですね。言いましょうか。はい。翔平高校2年生のちょっと待ってくださいよ。よいしょよいしょよいしょ。出るかなこれで。庄司もしくは、はい、東海林。はいはい。ああそういう子なんですね。多分庄司でしょうね。そうでしょうね。翔平高校2年生庄司くん選ばれてます、はい、はいはいはい。それから中村拓人くん中部第一2年生。ああその子ね。それから山崎もしくは山崎リン君とお読みしたらいいんでしょうか。土浦日大。土浦の子ですね。はい、2年生。はい、それから、はいはいはい、結城聡選手。はい、土浦日大。それから、でかい子ですね、多分。でかい子なんですかね。はい。まあ、岩崎充選手、近畿大学附属高校、1年。それから、河村勇輝選手。福岡大、福岡第一やね、これ。あ1年生。から鍵谷和樹くん、トーク、はい、1年生。あ、それから西田、ああ有名、西田選手、ちょっと読めない。福大大堀ですね。そうですね、大堀1年生。はい、で三谷圭志郎くん広島南1年生。はあ、で松尾絵画選手、はい、人生。はあ、江原慎太郎選手、人生1年生ね。江原慎太郎選手は実践学園高校の1年生、はい、なるほど。で横地聖馬、横地精神ですね。精神と読むの、はい、らしいですよ。横地精神選手、大堀1年生。はい、から星川片信選手、これ洛南1年生、はい。なるほど。それから今話題の田中力選手、横須賀市立坂本中学校3年生。
なるほど。そして今話題に上がった育英高校の福家修斗選手、はい、1年生育英高校、すごいじゃないですか。うん、このメンツの中に、福家修斗君入っています。なるほど。うん、楽しみやね。やっぱりどんな施設か知りたいで、どんな練習してんのか知りたいそれだ、自分も知りたいですけど入れないぞ。ねえ、設備とかはすごいという噂は聞いてるけどね。まあここでちょっと紹介すると、育英高校に来てくれてる、はい、トレーナーのハブさん、はい、はい、うん、あのハブさんはね、日本 JOC に雇われていまして、 JOC ジャパンオリンピック、何やろ、 C は何だろうな、何でしょうね、オリンピック、何やろうね、なんかに雇われていまして、彼女はね卓球で入ってるんですね。はい、うん、だから卓球でいつもその施設の中には出入りしていまして、過去にね、肥後くんなんかもね招集かかったことがありまして、味の素に行ってたらしいですよ、はい、で羽生さんは中の施設に自由に出入りできるので、卓球の練習が終わってから、はい、ちょっと肥後どうしてるかなと思って肥後くん見に行ったりしたよっていうのを聞いたことありますけどね。まあすごい施設や言ってました。へえ、まあね、中には多分オリンピック選手がゴロゴロいるわけですよね。うん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 、すごいなそれ。ですよ。そしてね、この今、バスケットのトレーナーは細川秀典選手、はい、選手ちゃうわ、細川秀典っていう方がトレーナーをされてるんですけれども、これもまた面白い裏事情で、はい、そのトレーナーっていうのは自分がやってたスポーツ関係ないらしいです。例えば羽生さんは、バスケットを昔やってたんですけれども、これもね、はい、同様にあのお声がかかるんですって、お国から。へえ。オファーがあって、まずは入る先はとにかく JOC に入って、でその中でいろんなトレーニングとか講習を受けて、どの競技に割り振られるかは分かんないんだって。なるほど。うん、それだけのスキルがあったらどこでも行けるでしょっていうことなんですかね、わかんないですけど、バスケットやってたから必ずバスケというわけではないらしいです。なるほど。うん、みたいですね。まあでもそうやって卓球ってなったら卓球に愛着もできますよね。そうやんな、間違いないっすよ。うん、だん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 やっぱり卓球のこと好きになるでしょうし、うんうんうん、いろんな得てくるでしょうし、うん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 、いや、いいですね。ねえ、一度体験したかったな、同じこう競技者だった人間としては、一回足を踏み入れたかった場所ですよね。そうですね。僕なんか人間が薄っぺらいやつなんで、入ったら相当綺麗っつってドヤ顔で、だいぶ50年ぐらいはこれで飲めますからねすごかったんだぜっつっていや、ほんまっすよね。いや、ほんま一生の思い出になりますよね。ですね。まあ面白いね面白いですね。うん、日本っていう国がこの16歳以下にどういう教育をしていくのかっていう最先端ですから。そうですね。ぜひこうちょっとバストラ読んでね、え、初ちゃいます、バストラで後輩というか現役選手が出るの。そうですね。ねえ、この辺はちょっと聞いてみたいわ、ほんまに。うん、いや、ほんまっすね。ただ喋るタイプじゃないからな、福家選手ちゃんと喋ってくれるんかしらと思うけど、わし、まあまあ、ちょっとまだ心開いてないかなって思いますけどね。あ、そう、うん、キリさんでもちょっとまだ心開いてないですか。うん、だいぶ遠いと思います。マジでキリさん、はい、いろいろ後輩と喋れるやん。俺なんかもうなんかおこがましくて喋れないよ。キリなんかよう喋ってるやん。この前のインターハイのお風呂の中でもさ、ペラ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 喋っとったけどさまあ、この人はどうやってこれだけあの年の離れた後輩から話題を引き出すのかなって不思議に思って見てたんやけど
あんまりそういうの考えたことないですね、うん、そこがいいのかな。俺なんかもういろいろ考えちゃうもん、なんか。なるほど。どんな聞き方したらいいんでしょうかって思うけど、キリなんか普通に喋ってるしな、後輩と。いやもう自分なんか9月28日楽しみでしょうがないですね。なあ、お前な。はい、うん、はい、いいねいいね。まあそんなアンダー16のお話でございました。はい、これも女子あるんかな。アンダー16女子ありますよ。あるよね。はい、女子ちょっと調べたいな。竹原玲奈さんとか入ってましたね確か。あ、そう。はい、あとなんとかナターシャさんとか多分入ってたと思いますね。へ、あ、ちなみに、明星高校の八村瑠衣選手の弟が八村アレン選手、そうやね、の妹が、八村、なんとかっていう選手なんですけど、まあ、その選手、高校決まりました。あ、そうなん。はい、多分これ決まってるんで発表してもいいと思うんですけど、ね、お願いします。はい、明星学園です。お、明星学園行くんや。行くんですよ。俺の飲み友達がいっぱいいるとこやん。え、明星学園ですよ。明星学園はあれですよ、東京ですよ。そうやで。そっちは安城ですよね、キッさんが言ってんのは。あ、そうやわ、ごめん間違えとったわ、はい、そうそうそう。明星は東京3位で今年インターハイでも活躍した。はい、そうなんや。なかなかそういい選手いっぱい取ってますよね。ちょっと前だとオコエ選手の妹のオコエモニカとか、はい、今も多分どこだったっけ、デンソーかどっかで活躍してたと思いますね。なるほど、はい、女子もちょっと一応発表していいかな。はい、女子はね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 名今選出されています。はい、野田選手、明日は高校2年、はい、鈴木選手浜松開誠2年、はいはい、からマヤソフィア・マッカーサーダナヒルズ高校2年、はい、これはどういうことなんでしょうかね。僕もちょっと存じ上げませんけれども、ダナヒルズ高校、野口選手安城2年、はいはいはい、で林選手明日は2年、はい、から岡本選手大岡、はい、から高橋選手京都精華、はい、中澤選手大岡、から三浦選手、はい、精華女子、これ京都精華じゃなくて精華女子やね、はい、で須藤選手大岡、はい、から池松選手聖カタリナ1年、で平下選手が大岡1年、はい、で江村選手出た、佐世保私立広田中学校3年、すごい出た江村、出ましたね、入ってるんやね。しかし大岡多くないですかそれ。大岡多いわ、 1,2,3,4 名。そんなに抜けたら練習も大変ですよ大岡の。いやほんまに全員1年ですからね。まあ、でも喜ばしいことですよね。ねえ、はい、また強くなって帰ってきてくれるっていう感覚もありますしね。そう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 。でね、女子の場合は面白いことに5次合宿までしかないんですね。はいはい、ああ、じゃあもうそろそろ終わるってことですか？そうですね。今は4次合宿で9月24日の日曜日。だから、はい、昨日から26日明日まで、はいはい、味の素ナショナルトレーニングセンターで4次合宿をやってます。どんな体育館なんやろ。まさか男子と女子が隣り合わせでやってたりとかしないですよね。いや分かんない、するんじゃないの、知らんけど。どんな体育館なんやろ、分からへん。なあ、これは絶対フケシュウト君に聞こうな。うん、そうですね。あとキッさんの力でなんとか自分を体育館に入れてください。あかんやろそれ。ちょっとダメですか。あかんのちゃう、普通じゃ入れんやろ。そうですよね。ちょっと手ぬぐいをこう鼻の辺の下からずっとこう巻いて泥棒のスタイルになってやね。外からこそっと。チームの監督で
そうなん、はい、むちゃくちゃ厳しいな。もしかしたら福井修斗君に聞いても、うん、あの黙秘されちゃうかもしれないじゃないですか。いやそんなに厳しないやろ、さすがに言ってくれるやろ、ね、内容ぐらい言ってくれるやろいやでもバストロでは言えないかもしれないですよ、言えるかな。まさか軍事施設じゃあるまいしさ、それぐらい言ってくれるやろ言うの自由ちゃう、あかんの。いやどうなんでしょう、もうちょっとあかんかった、おもろいわほんまに。うん、あ、28日自分が育英高校行った日には福井修斗君帰ってきてるんでしたっけ。帰ってきてんじゃないの。25から27まででしたっけ。7までやから。あ、じゃあもしかしたら会えるかもしれないですね。そうよでその時にあの携帯録音しとってくれたら、はい、ちゃんとあのなんていうかな、福井修斗君にお話今から伺いますとかちゃんと入れて録音しといてよ、はい、ほんでどんな施設やったんって聞いといて。わかりました、楽しみやな、うん、いやこれね今聞いてるリスナーさんも気になってるよ、味の素ナショナルトレーニングセンター、ね、どんなんやろなって絶対気になってるはずよ余計膨らんでると思いますよ。なあ、どういうことやねんと思って。いやほんまにそんだけセキュリティ厳しい、中身すらわからんってどんなんやろなと思う。そうやな、です、うん、それがあかんかったらいよいよ手ぬぐいを巻いてやなそうそう、もうちょっとトライしてみてもらわなあかんようになるからね。はい、女子はねフィバ U16 女子エイジアン選手権大会2017、正式名称フィバ U16 ウーメンズエイジアンチャンピオンシップ2017、ここに、目指して、招集かけて強化しているようです。日程は10月22日から28日。男子とえらい日程が違いますね。男子は1月でしたが、女子はもうすぐ10月22日から28日、ですから強化合宿も5時合宿までしかない。選手ももうすでに13人と絞り込まれているということなんでしょうか。開催地はインドのバンガロールでございます。出場チームは14カ国そうだね、14カ国うちレベル1、まあこれフィバのランキングが高いところということでしょうか。8カ国はもう確定しております、はい、中国、日本、韓国、チャイニーズ、台北、タイから香港、オーストラリア、ニュージーランドからレベル2から6カ国出てきます。これは未定です、今予選中ということですね、うん、なるほど。この大会はねフィバ U17 女子バスケットボールワールドカップ2018のアジア地区予選を兼ねていますということです。はいはいはい、いやいいですね、いい経験になりますよ。そうやな、はい、すごいね、インド行きたいな。え、インドに行きたいなと思って。なあ、しかも女子は強いから楽しいぞ。あ、まあ男子もこのカテゴリー結構強いもんな。いや、そのカテゴリー男子強いですよな。はい、まあ女子ほどじゃないんやろ、女子と一緒ぐらい強いの。いや、女子の方が強いです。女子はやっぱ突き抜けてるよね。なんで女子育つんだ。でも なんだっけな、エムナ選手の友達にちょっと聞いたことあるんですけど、やっぱずっと男子とやってるらしいんですよ、中学校の時も、あの人の時も、やっぱ言うてもやっぱり男子の方がテクニックあったりする中で、スピードとかある中で、それでも負けじとついていくんで、男子並みのやっぱり女子ができてしまうっていう話を聞きましたけどね。やっぱその環境か。はい、江村選手、はい、そうです、そうです、江村選手ちなみに身長160センチ、はい、チーム最小でございます。なるほど、まあまあまだこれから伸びていくかもしれないですし、そうだね、ボールハンドリングもそうですし、うん、横の揺さぶり、ドリブルの突き出し、シュート、まあ、全てにおいてやっぱ別格に上手かったですけどね。そうやんな、はい、この選手はちょっと異常だね、本当にですね、突き抜けてるわ。はい、うんうんうん、もっともっと経験積んで、もっともっとこう絶対日本の代表に多分入ってくる選手じゃないかなと思いますし。そうやな、はい、まあ名だたる16歳の中で1人14っていう数字が輝いてます、14歳ですから、
みんな16歳やのに、すごいな本当に。そうですね。あとこうなってきますと、その今まで日本の体育で問題視されてきてた早生まれの子供たち、はい、ここがもうようやく救われるような時代になってきました。うん、はい、例えばその4月1日生まれと3月31日生まれの子供は同じ学年でずっと戦わされていたわけでございます。で、はい、大人になってくるとね、こう成長の成長限界といいますか、まあ、来るとどんどんこう下の子らも追いついてくるっていう寸法でやったんですけど、はい、やっぱりこう成長段階の学生バスケットとなると、やっぱり1年の差ってものすごい大きいんですよね。ものすごい大きいです ね。でこれが、例えば1月生まれとか2月、1月生まれなんて一番得ですよね。そうですね。3月生まれでもまあまあ得なんだけど、こういうアンダーの世界に入ってくると、まあそういうカテゴリーで分かれると一つ下の世代にも入っていけるということになります。そうですね。ここで問題なのが、この前、鶴ヶ先生がおっしゃってた、中学ゾーン禁止なのに高校はゾーンありで、引き継ぎというか一緒のチームでやっていくのは結構ギャップが厳しいよねっていう話で、はい、で鶴ヶ先生のイケてる素晴らしいアイデアが、1、3ピリだけゾーンありとか、2、4ピリだけゾーンあり、はい、あとはマンツーじゃないとダメみたいな、そういうこう、はい、融合ルールみたいな間を取ったようなルールができればいいんじゃないかなみたいなご提案されてましたけれども、はい、あれはすごくいい案ですよね。そうですね。ねえ、あれ、いいですね。素晴らしいと思う。ですので江村選手はこのアンダー16に入ってくると、ちょっとやっぱり戸惑うところも最初あるかもしれないですね。チーム的に多分能力的には問題ないと思うんですけど、チーム的にはちょっと困っちゃうかなっていうところあるでしょうね。そうですね。まあ女子のアンダー16こんな感じでしょうかね。そうですね。ではでは最後に、もう一回バスケットークラジオの告知、9月29日三宮はスポルテリア、夜8時から、バスケットークラジオ200回配信記念交流パーティーと称しまして、オンラインじゃないリアルでみんな一緒に会って騒ごうぜっていう会をやりますので、ぜひこれ聞いて、いいじゃないの、興味の持った方はぜひ来てくださいと。から、景品たくさん用意してますんで、来られた方は漏れなく、はい、たくさん景品持って帰っていただきますんで、ぜひぜひ、友達ご家族ふるってご参加いただければなと思いますので、ここで告知しておきます。あと2つございます。今日は告知長いよ。斉藤くん、高須中学校のコーチもやりながら10チームのバスケットボール教室、ジュニアユースとあえて言いましょうか。ジュニアとなるとね、中学生限定されるんですけど、ジュニアユースとなると小学校の高学年あたりから、高校は前半1年生とか2年生とかあたりを対象にバスケットボール教室、旧教室かな、持っておられます。で、まあ一番有名なところで言うと高須中学校なんか、アシスタントコーチ入られたり、あと他旧教室持ってやられてるんですけれども、彼の教室が、引き続き選手を募集しているそうですよというところを紹介したいと思います。日曜日は加古川市立ベフ中学校、19時から21時、火曜日は小野市総合体育館、まあ、通称アルゴと言われますけれども、19時半から21時半過ぎまでから、水曜日は報徳学園で19時から21時で、木曜日はウインク体育館で、はい、19時から21時というところでございます。でね、彼北区でもやっぱり、教室の展開を考えているそうです。まあセンターサークルもね北区でやるんで、まあちょっとここでなんかコラボできたりなみたいなことを考えたりするわけでございますけれども、北区にもなんか教室作ろうかなみたいなことを言っていましたよ。まあ、この辺を宣伝したいと思います。あと有名なところでここおすすめじゃないかなというところは、
やっぱ魚崎の方でやられてる本間コーチのとこなんかすっごい練習されてるんじゃないかなと思いますし、はい、コールエンミニなんかでやっていらっしゃる石井コーチなんかもね、すごい新しい練習取り入れてやっておられるようなんで、まあバストラ的にはおすすめかなっていうところ。それからね、我々がこれから発足させる10月1日からオープンなんですけど、センターサークルっていうクラブチームができます。これもねジュニアユースなんで、小学校高学年から高校生ぐらいまで、高校1年かな2年かな、まあそんなんで時間も、もちろんねうちの場合は学校の部活動が、最優先でございます。部活動入らずにうちのクラブに入ることはできません、学校の部活動を優先させながらまだ時間体力ありますよなんか思っている子供がいるお父さんお母さんや選手自身、もしもうちょっとやりたいという方がいたらね、ぜひセンターサークルを、よろしくお願いしますと。もうすぐウェブサイト立ち上がるんだけどね、先に、Facebook が立ち上がるかな。うん、もうちょっと検索してもらうまでには時間かな。日曜日、それから火曜日の夜7時ぐらいから育英高校でとりあえず練習やってますんで、これ聞いてまだ情報がないんだよなんて困ってるはる方はバスケットオークラジオに問い合わせいただくか、もう直接現地育英高校に夜7時ぐらい行っていただければ、我々行けると思いますんで、うん、ぜひぜひ興味お持ちの方は覗いてみてくださいと。それ見学は自由ですか？見学自由ですよ。ほんでお父さんお母さんも見学自由です。なるほど。それって、指導してるのをちょっと見学したいなっていう人も一応入ってこれるんですか？もちろんもちろん、それ一番大事でしょう。で、なるほど。うんうんうん、そうですよ。ぜひぜひ興味のある方は見に来てください。はい、じゃあ見に行きます。うん、あとねもう一つ、昨日僕娘連れて行ってたんですけれども、はい、ワンコインで子供たちを集めて指導をしてくれる団体がありまして、グローアップっていう団体がありますね、はい、でそこがねシューティングスキルコーチを専門にコーチの方からちょっと呼んでくれてて、でそのクリニックどうですかって連絡をもらいまして、そのグローアップさんに昨日お邪魔してきました。はい、すんごい勉強になりましたよ。ワンコインって何ですか？ワンコイン500円ってことですか？500円なんですよ。500円で、まあ、指導が受けられるんですけど、はあ、そうで指導を受けられるんですけどね、もう若いんですよみんな、スタッフがすごいですよ。もう20代前半の方々が集まって教えてくれる、なんかフレッシュやしね、すっごい新しい練習が、新しい。でも女子でも どっちでも教えていただけるんですか？そうなんですよ、そうなんですよ。でも昨日もね、王子体育館まで行きまして、はじめまして、はい、岸と申しますなんて言ってね、よろしくお願いしますなんて言ってたら、はい、若い選手か指導者か分からへんぐらい若い人に挨拶した、はい、あ、岸さんじゃないですかと、あと後輩やって、またね優しいね俺の後輩、みんなほんまになんかよう立ててくれんねん。もう俺のことなんか知らんかな思ってたんやけどね、ちゃんとねなんかすごい立ててくれたよ。キッさんキッさん言ってくれて、もう好きやわあいつら。あいつらってことは複数いるんですか？複数いるんですよ。あの育英高校の後輩がですか？そうですよ。うーん、だからレオン君とかね、中島智樹くんとかね、はいはい、あの辺らがちょっと教えたり、まあその彼の友達とか知り合いが協力し合って、まあワンコインなんでもちろん体育館代出してみんなの交通費、それから駐車場代なんか出したらもうチャラになったりマイナスだったりするらしいんですけど、まあ有志が集まって、あのもちろん別に彼らは仕事をしながら、学生か仕事かなんかしながら有志で子供たちにバスケを広めようとしてやってる。もう立派でしょ、もう立派ねえ。
うん、偉いなと思うねんな、うん、そうそう、ほんでまあなんか場所とかが今ちょっとね、どっか探してるんですみたいなことやったから、僕行く行こうこう借りてるし、なんか一緒にコラボできることあったら一緒に使おうぜみたいな話をしながらね、その代わり教えてくれよみたいな、指導の方よろしくねみたいな、どうも言ったりしながら、うん、まあ繋がっていけたらなと思っています。うん、ね、いろんな環境があって、いろんなそういうのってやっぱいいですね、昔と違って。いいよね、もう本当になんかね、楽しそうやったしな、ほんでずっとニコ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 しながら、子供たちもすごいリラックスした感じでやってましたね、まあまあそんなんです。とにかく200回のバスケトークラジオ、はい、オフ会、はい、ぜひみんな一緒に来て飲んで騒ぎましょうということを最後に宣伝しておきます。はい、以上でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。本日もお送りしましたのは岸とキリでした。 See you next time. バイバーイ。